君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも。どうも、北村匠海くんにハマっている僕です。はい、ということでですね、今日オープニングが一人ということは、そう、ドッキリです。で、なごみが今ちょっと日用品の買い物とかに行ってて、今回はドッキリをしたいなと思ったわけであります。もしも彼氏のお手料理が全部冷凍食品だったらドッキリ。なごみに今まで手料理を作ったことがなくて、っていうか料理ができなくて作ったこともなかったんですけど、なごみに初の手料理を振る舞いたいなと思います。全部冷凍食品やけど。で、なごみは気づかずに喜んでくれるのかっていうところを見ていきたいなと思ったわけであります。ということで早速企画の方していきたいと思います。よし、行こうか。決まった。はい、ということで僕が厳選した冷凍食品がこちらです。バン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 。今日はゲストにお越しいただきました電子レンジさんです。お願いします。これめちゃくちゃ料理としては充実してるラインナップだから、なごみはマジで喜んでくれると思う。え、こんなにもメインがいっぱいいるのみたいな。もうなごみが全部好きなやつ。手料理やから時間はかかるんやけど、ちょっと作っていきたいと思います。で、ちょっとこれ、サラダあったらちょっと、なごみもあんまり疑わないかなと思って、サラダもちょっと買ってきました。ということで作っていきまーす。はい、ということで、まずこのハンバーグがお湯で18分やからちょっと一番時間かかりそうなんで、まずこちらからやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとお湯も沸騰したので、ハンバーグ投入します。おう、18分。で、その間にいろんな、まあ、冷凍食品を温めていきたいと思いまーす。なんかマジ、なごみおらんかったらオープニングなんか俺だけなるからめっちゃふざけてまうっていう。いいんかな、マジで。なあ。うん、かわいい。こんちゃす。どうも。ブランです。ブラブラです。ん？ブコブコです。ちら。はい、ということで、シューマイできました。お皿に持っていきたいと思います。かわいいお皿に持っていきます。これはなんか、妹が卒業祝いでくれたやつ。あとこれはちょっとイベントでいただいたやつで、めっちゃ使ってます。ありがとうございます。あ、シューマイこれかな。うわ、熱そう。その間に、極上切りカツ。うわ、カレーパンの匂いする。ラップをかけて温める。うわ、うまそう。やば。ちょっと、価格変えまーす。こっちの方が良かった。見やすい。見やすい。ちょっと盛り付けよう。盛り付けます。うわ、うまそう。シューマイマジうまそう。できた、とんかつもできた。じゃーん。いや、マジでこれやったらいけるかも。どうやろう。いや、無理かな。で、このとんかつ、とんかつもできました。マジカレーパンの匂い。あー、ちっちゃいからなんとかちょっとごまかせれるかな。どうしよう。ふっふっふっ、ハンバーグはやめろ。ふっふっふっ。え、ガチっぽい。マジで、え、うまそう。じゃあちょっと次ラストスパート、ブリチリと野菜系ももう一気にいきたいと思います。はい、ちょっとできたので、きんぴらごぼうとひじきができたので、このミッキーの耳の部分にのせていきます。あ、めっちゃいい。ほんまにディズニーでありそう。新メニューどうですか。
オリエンタルランドさん、冷凍食品じゃないんですけど、ちょっとこの試飲でできる米、砂糖とご飯をちょっと試飲したいと思います。その間にサラダ盛り付けます。で、ご飯をチンしてる間にやってたサラダもちょっと青じそをかけていきます。はい、ということで完成しました。やば、この赤々しいエビチリにサクサクのとんかつ、そしてご飯がさせられるようなジューシーなシューマイ、そしてハンバーグ、きんぴらごぼう、ひじき、みずみずしいサラダを、いや、これはやばい。なごみがもうすぐ帰ってくると思うので、帰ってきたら目隠しして急いでちょっとここに連れてきてサプライズします。じゃあ待ちます。大丈夫。あ、びくさ、クッション。あ、ほら、ブラいるやろ、絶対。ブラ。はい、目つぶっててよ。はいはいはい。オープンしてください。うわー、え、なに？ご飯作ってくれたん？そう。ほんまに？なんかいい匂いしてるなと思ってた。帰ってきたから？うん。ご飯作りました。なんで？サプライズしたいなと思ってさ。マジ？これエビチリ。エビチリ？なんか、辛い。で、これがトンカツ。で、シューマイ。うん、シューマイ簡単やった。ハンバーグちょっと難かったけど。うん、で、きんぴらごぼうとひじき。おー。で？で、サラダ。サラダ？ありがとうございます。食べていいの？そう、腹減ってるんじゃん。めっちゃお腹空いてる。やろ？そう、だからちょっと食べてください。はい、ということで、はい、いただきます。いただきます。普段エビチリはな、あんま食べたことない。そう、いただきます。うん、おいしい。おいしい。めっちゃおいしい。あ、うまっ。どんぐらいかかったん？だいぶじゃん。めっちゃかかった。とんかつ、いただきます。ちょっと冷たいかも。うん、おいしい。あ、うまい。なんか全部ご飯に合うもんばっかやな。うん、ブランがずっと狙ってる。ブランも、いや、頑張って作ってくれたから。シューマイ作ってくれて。そうな、うん、ブラン作のシューマイ、うん、いただきます。うん、おいしい。シューマイバカうまい。めっちゃ自信作、簡単やってん。何、作ったことないシューマイなんか。うん、いただきます。うん、おいしい。おいしい。うん、おいしいやろ。よかった、喜んでくれて。今日は何の日ですか？毎日さ、やっと頑張ってもらってるから、ちょっと今回ちょっと作ろうかなと思って。うん。うんと、ダメ。うまっ。ダメよ。ブルーン食べたいな。品数が多いな。だろ？うん。マジ頑張った。ということでですね。はい。実はちょっと謝らなければいけないことがあって。はい。こちらの料理、全部冷凍食品です。あ、冷凍なんや。で、全部作ろうと思ったけど、ちょっと難しくて。買ったんかなって思ってた。え、じゃあ分かったん？分かったけど、ちょっと申し訳ないから言わんかった。で、どこら辺で気づいたん？え、見て。ごめんごめん、企画詰めちゃった。まず確実にここは買ったなと思ったんよ。で、エビチリだけ作ってくれたんかなと、うん、あ、そういう、うん、エビチリだけが手作りかなと思ってた。そうなんや、うん。ごめん、テンション下がって。じゃあ全部冷凍食品でした。冷凍なんや。ちょっと、まあ冷凍食品でもやっぱりさ、普段料理作ることないから結構手間がかったというか。え、全部チンした？全部、実はこれ電子レンジとが相棒で、ちょっと今日は相棒デコデコカップルでやってんけど、今日電子レンジとコウキ、コウくんで。あ、そういうこと。そうそうそう。だからエビチリとかにしたら分からんと思う、うん、あー、形が。そう、シューマイとかハンバーグ綺麗すぎるもん。確かに。長芋作れへんもん、こんな綺麗な。確かに。ということでですね、ごめんなさい。ポンタクさせてしまってました。ごめんなさい。はい、ということで、はい、この撮影終わった、一緒に食べような、晩ご飯食べてないし、お腹空いてるからめっちゃ美味しい。普通に。そう、いや、よかった。、うん、ということで今日の企画はこれで終わりたいと思います。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画で、バイバイ。ごめん。うわー、マジか、ミス。いやー、まあでも確かに俺も怪しいなと思って、トンカツとかは。ごめん。